なんだそれ？ラーメン。ラーメンで？あっち行くじゃん。中入って。ああ。風がまともに入ってきますので帽子など飛ばされないようにお気をつけください。あとガラスありませんので結構大きなダンプとかトラックすれ違うのでこの枠の外から手とか腕とか出さないように、すみません、肘よろしいですか？はい、ちょっとね、草とかも見てきているところだいぶ注意してるんですけれども、ご注意ください。それでは出発していきますよ。少し時間早いんですけれども、お揃いですので私がせーのと言ったら船が出るぞーと言ってくださいね。皆さんの元気でいい船が出るぞ。中家ガイドともに水陸両用バス津軽白神号出発です。あれ持ってくればよかったの。午前中雨が降ってましたけれども、すっかり止みましたね。行ってきます。
新水陸両用バスにつながる白神湖をご乗車いただきまして誠にありがとうございます。本日準備をする時間がありますよ。はい、ここで一旦止まって下で簡単な点検をいたします。船長からこれから OK が出たら湖に入っていきます。湖に入ることをスプラッシュインと申します。船長から OK が出たら私が 3,2,1 とカウントダウンしていきますので、レッツスプラッシュと元気に皆さんで一丸となって車から船へと変身させていきましょう。大丈夫かな。ちょっとこわばってるかな。衝撃がありますのでしっかり構えていただきまして、お子さんね、頭ぶつけないように気をつけてください。あとですね、足元に荷物を置かれてる方はないですよね。大丈夫ですよね。実は前と真ん中あたりに下に少し穴が開いていまして、湖に入るときに少し水が流れてくることがあります。まあ、そんなにジョブジョブと入ってくるわけじゃないんですけども、ではね、湖に入る瞬間私しゃがみますので、まあ、前方のフロントガラスも見ものですし、ぜひねその瞬間しっかり目をカッと開いてつぶらないようにしてください、うん、スマートフォンをスプラッシュインなどさせないように気をつけてくださいね。うん、OK 出ましたよ。いきますよ。大丈夫、いきますよ。 3,2,1 レッツスプラッシュ。外していただきます。なぜかというと、
湖の上で万が一のことがあっても立つことも逃げることもできないので、シートベルトを外していただいて、あとはあのクルージングを楽しみください。ただ身を乗り出したりしないようにね、お子さんとかに落ちないようにだけお気をつけください。深さ20メートルぐらいありますからね。そして今右の前の方に見えてきました、こちらがかつての集落の橋になります。6月頭は全然見えなかったんですけれども、だんだん水位が下がりまして、あちらの色あせた海がいくつも橋にあると思いますけれども、春先はあちらの橋は眠っていて、ブイだけが浮かんでいて、あちらからはあちらまでは立ち入り禁止ですよという合図だったんですけど、今水位が下がって水に眠っていたかつての集落の名残が見えてきています。ありまして、下で簡単な点検をして、これからまた進んでいきますと15分ほどでアクアグリーンビレッジ本門という施設があります。白神山地の登山口にもなっています。